こんにちは、ダムダルと申します。ウルトラシャイニー発売してから初めてかな。そうですね、久しぶりにポケモンカードのオリパを買ってきたので、今回は動画内で開けていこうかなと思います。今回は奮発して15パック、結構いつもより多めに買ってきました。まあ、ウルトラシャイニー発売直後っていうことで、お店としても結構ウルトラシャイニーで再録された使える GX ポケモンとかプリズムスターのカードがすごい在庫余ってるんじゃないかなって思いのもと、今のオリパは外れ枠もそういった使えるような GX ポケモンが入ってて、結構今まで以上に有料なんじゃないかなと、まあ、そんな予感がしたので結構多めに買ってきました。あとはそうですね、ウルトラシャイニーに入ってる色違いのポケモンとかももしかしたら入ってるかもしれないんで、まあそういったカードにも期待しつつ開けていきましょう。当たり役あるんですけど、まあウルトラシャイニー以外にもいろんな豪華なカードがあるので、まあ当たり役からもどれか1枚ぐらい出てくれたら嬉しいかなと思いますね。じゃあ早速開けていきましょう。いつもと違って15パックと結構ボリュームは多めなので、まあ少し長丁場になると思いますが、お付き合いください。今撮影時点でウルトラシャイニー発売して2週間ぐらい経ったんですけど、まあ、本当に今コンビニとかいろんなポケモンカードショップでウルトラシャイニーが結構見受けられるみたいで、まあ再販分がすごい多くて良かったなと思うんですけど、まあただまたすぐサンダーシャワーズブースターのストラクチャーデッキ出ますからね。まあ本当に忙しいな、嬉しい悲鳴なんですけど、まあまたその辺のカードも楽しみですね。じゃあ1パック目から開けていこうと思います。ここのオリパは1回500円なんですけど、まあ、余分なカードが入ってないっていうか、基本的に1枚だけカードが入ってるんで、すぐ、まあ、当たりか外れが確認できるのはいいですね。じゃあ1パック目行きましょう。はっ！あー、ルガルガン GX、こっちか。あれ？こいつも、あ、そっかそっか。黄昏のルガルガン GX がウルトラシャインで新規で出たんですけど、そういえばこっちの夜のルガルガンも再録されてましたね。まあ、これはウルトラシャインに発売以前もオリパからよく出てきたカードかな。まあ、強いですけどね、全然。普通にもう黄昏のルガルガン以上に使われてるカードだと思うんですけど。まあまあ全然500円でこれなら、まあ値段的には微妙かもしれないですけど、中身的には悪くないです。2パック目。行きましょう。せーの。はっ！待って、これ、このマイカさ、すごいいいやつじゃない？確か。ポケモンカードステーションのイベントに参加しないともらえないやつだと思うんですけど、まあまあプロモで普通に HP も50と、まあ実戦で使えるかって言われると、通常のマイカの方が強いかもしれないんですけど、まあ技強力ですけどね、こいつ普通に。このプロモのマイカすごい、珍しいっていうか貴重なカードだったと思うぞ。これ絵柄可愛いですね。マイカの墨がしっかりとハリマロンの顔面に当たってる。この慌ててるニャビめちゃくちゃ可愛いっていう話はどうでもいいんですけど。このマイカ、ポケモンカードステーションのイベント僕全然そういうの参加したことないんで嬉しいですね。じゃあ3パック目開けていきましょう。まあ、やっぱ、ルガルガンの今、ここの左下のマーク見て思ったんですけど、ウルトラシャイニーの、ハズラクにはウルトラシャイニーの GX 入ってる確率なんか高そうですね。じゃあ3パック目。いきます。せーの。はい！やっぱりね、ほら、8B、SM8B って書いてある。まあまあ、ディアンシーも本当にウルトラシャイニーで発売されて、いろんな人の手にね、ちょっと邪魔だな。いろんな人の手に行き届いてよかったなと、まあ個人的にはすごくいいなと思ってます。禁断の光本当に全然売ってないですから、未だに売ってないですからね。じゃあ行きましょう。てか、ウルトラシャイニーのパック買うだけでマッシュルガン組めるっていうのはすごいですよね。まあ、ローラ球根とかありますけど、まあ、基礎のカードは全部揃うっていうか。4パック目。いきます。なんか色違い来てほしいな。せーの。はい！え？待って。あ、すげえ、まあまあ、ある種珍しいな、これ。あ、ライチュー GX の、GX スタートデッキのやつだ。いや、なんか、GX ポケモンで今光ってなかったから、一瞬なんかコピーカードかと思ったんですけど。あ、これは GX スタートデッキに入ってるんで、GX スタートデッキもまた12月ぐらいになったら、結構再販されると思うんで、まあそれはそれで良かったですね。いやなんか、どうなのこれ。すげえ、よその斜め上から来たんだけどな。ライチュー GX のノーマルか、オリパで恒例引くと思わなかったんだけど、てか、お店にこのノーマルのライチュー GX 売る人とかいるのかな。なんかまとめ売りの中に混ざってたとかですかね。5バック目。はっ！ああ、くそ、ケンタロス GX。いや、強いカードであるんですけどね。SM1 の M、ああですね。コレクション部分で登場したカードです。だんだんこの未開封のパックが結局下の方に追いやられるっていう。6パック目かな。これで今3分の1終わったのか。いや、まあ1枚しかないんで結構早いですね。じゃあ6パック目。いきましょう。いきます。せーの。はっ！よし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 。オンバーン GX の色違い。まあ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 。全然いいっすね。箱、ウルトラシャインに買っても箱1でしか入ってない枠のカードなんで。いや、オンバーンも強いっすよね、本当に。なんか、
大型大会とかで普通に成績残すのたまーに見かけるんですけど、忘れた頃にやってくる、使われると何もできず敗北するカード、上の技でグッズロックしつつ下の技で相手の特殊エネルギー貼るのも縛れますからね。のオンバン GX の色違いですね。ウルトラシャイニーで登場したカードです。ああ、これは普通にコレクション用として嬉しいですね。色違いのポケモン GX、 地味にまあみんなそうだと思うんですけど、1枚ずつ揃えたいカードではあるので、いや、オンバンの色違いこんな毒々しい色してたんだね、初めて見た。っていうかなんか思ったんですけど、まあ、今ウルトラシャイニーがね各地で向かれてるからだとは思うんですけど、色違いのポケモン GX 安すぎませんか？普通になんかレシアムの色違いとかめちゃくちゃ神々しくてかっこいいのに、お店で700円とかで売られてて、ちょっと少し寂しい気持ちになったんですけど、まあ、安いうちに集めておくといいみたいな感じなんですかね。7パック目かな。いいな、 SSR もう1枚くらい来てほしい。いきます、7パック目、せーの、はい。スカ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 、パルキアに代わるオリパの、あ、そうですね、解禁小枠コアロン GX。 よく出るな。じゃあこれ開けて折り返しっすね。8パック目開けていきましょう。なんか当たり役から今カード出たのかな。なんかパッと見、まあオンバーンは良しとして、それ以外はまあなんかパッとしないんだけど。じゃあ8パック目かな、いきます、せーの、はい。あー、ビリジョン GX、 あ、コバルオンビリジョン、なんか綺麗な流れですね。嬉しいとは言ってない。じゃあこっから後半戦ですかね。9パック目かな、開けていきましょう。なんか今ね触った感じ若干ザラついてたんで期待できるかもしれないですね。いきます、9パック目、せーの、はい。おおおおあ、木狼の色違い、あ、これは全然いいですね。かわいいな。そういえばムンクテンとポケカがコラボしてて、あっちの木狼が叫びっていうすごい強力な技を持ってて、これからジュナイパの進化元あっちなんじゃねみたいな話をしてたんですけど、この色違いの木狼見たらなんかこっち採用したくなるような気がしないでもないな。いやー、でもなんか当たり枠から1枚ぐらい引きたいですね、さっきから言ってますけど。10パック目いきます、じゃん。おお、よし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 、あ、すげえ、当たり役だと思う。あ、これは嬉しい、やった。ちょっと待って、ピンボケした。超エネルギーの UR、 あ、これは当たりっすね。今本当基本エネルギーの UR ってすごい1枚あたり結構高くて貴重なカードなんで、やった。あ、これ普通に嬉しい。いや、でも1枚だけ持っててもあれなんだよ。あれなんですよね。なんかまあデッキに1枚だけ入れとくっていうのもすごいなんか切り札感あって好きですけどね。これは本当にまあ基本エネルギーってまあポケモンカードにおいて必須なカードなんで、それの高レアリティのカードっていうのはまあとにかく需要があるということで、まあ永遠に多分値下がりとかすることないんでね、これ普通に嬉しいです。ああ、とりあえずそれっぽいあたり1枚引けましたね。もう1枚ぐらい欲しいな、あと5パック。こっから3分の2、もうほんと最後の後半戦なんで、もう1枚ぐらいなんか来てほしい。色違いのポケモンでもいいんでね、あと1枚欲しいな。いきます、せーの、はい、と。あー、ルガルガン GX。昼と夜が、こいつは、プロモ1って、あれか、言わんこ全力パック、コロコロかなんかについてきたやつに入ってたやつね。なんかエキスパンションとしては珍しいルガルガン。ってことはあれかな、黄昏来るフラグだったんだけど、黄昏のルガルガン、まあ僕まだ、2枚ぐらいしか所持してないじゃないんで、もう1枚あってもいいですけどね。12パック目かな、いきます、せーの、ほい。あー、カプレヒレ GX、 そういえばウルトラシャイニーでカプテテフの UR があるのはわかるんですけど、なぜかカプレヒレの UR もウルトラシャイニーに収録されてて、金枠見えておって思った人の心を幾度となく追ってきたっていう話は聞きましたね。じゃあこれで13パック目かな。なんかいつもより5パック多い分すごい撮影も長く感じますけど、もう1枚ぐらい来てほしいな、お願いします。はっ、あー、ランダーラビリンスプリズムスター。いやー、今日さ、このオリパー買うのと一緒に買ったんだけど。すいません、オリパーと、あとワンダーラビリンスとお願いしますって。いやー、しかもプリズムスターだからデッキに1枚しか入れれないじゃん。まあなんか持ってない人に1枚譲りますかね。いやー、まあオリパー開封あるあるですよね。シングルで買ったカードがオリパーから出る。そういった意味も込めて、オリパーばっか開けてる人って結構シングル買いにくいところあるんですよ。まあそういったリスクも背負いつつ、オリパーを開けていかなければいけないと。まあそういった感じ。まあ、オリパー開封系ってわけじゃないですけど、オリパーを開封する動画投稿者の佐賀ではあるな。じゃあ、もうほんとラスト、あと2パックですね。14パック目いきます。はぁ、あ、そう、揃ったね。昼、夕方、夜、揃った。ありがとうございます。いや、これも強いですけど、なんか、ここに来てウルトラシャイニーの新規枠2枚揃っちゃったんだけどな。じゃあ正真正銘のラスト1パック、まあなんか超エネルギーの UR 出たんで個人的にすごい満足なんですけどね。
あと一個なんか、そうですね、サポートの SR とか聞きたいな。じゃあ最後見ていきましょう、15パック目。せーの。はっ色違いですらないっていう。いや、だから、攻めてくるなら色違いよかったな。まあ、悪事キングね。ダークオーダーで悪タイプ強化で、ちょっとね、もしかしたらワンチャンあるんじゃないかと思われつつも、結局ロマン砲の息を出ないカード。悪事キング GX の、まあ、しかも WR じゃなくて SR っていうところが、まあ、なんか味が出てるなって思うんだけど。ウルトラシャインにちゃんとこの絵柄の悪事キングの色違い、てか悪事キングの色違い、なんか黒いところ全部白くて、めちゃくちゃ毒々しいっていうか、まがまがしさがありますよね。なんか悪事キングの色違いだったらまあ、もうちょっと嬉しかったかもしれない。まあまあ SR なんでね、全然嬉しいっちゃ嬉しいです。はい、というわけで、1回500円のオリパー、今回は多めに15パック上げてみたんですけど、まあ結果こんな感じで、そうですね、まあ良くも悪くもウルトラシャイニーのカードがいろいろ入ってて、まあ個人的には嬉しいなって思います。ウルトラシャイニーのカード出る分には使えるカードが出るので、で、あとまあ当たり役としてはおそらくまあ音盤 GX の SSR と目黒の色違いが、まあここウルトラシャイニーの当たり枠だと思うんですけど、あと基本超エネルギーの UR が個人的にはすごい嬉しいですね。まあ基本エネルギーの UR っていうのは本当に無限回収の対象になるカードだと思うので、この価値がね全然落ちることは一切ないと思いますし、個人的にも嬉しいんで、超エネルギーのデッキがあるんだったら1枚だけ切り札として差しとくのが逆に面白いかもしれないですね。まあ実は今日これ以外にも追加でオリパ買ってきてあるんで、またそれの開封動画もね近いうちに上げようと思いますので、よかったらそっちの方も見てくれたら嬉しいかなと思います。それじゃあ今回の動画以上となります。ここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ。